赤ずきんちゃん気をつけては日本の小説家、昭治薫の小説。学生運動を背景に日比谷高校の生徒薫の生活を軽妙な文体で描いた作品でベストセラーとなり映画化もされた。中央公論1969年5月号に掲載された。同年7月第61回芥川賞受賞。8月10日。 中央公論者より刊行された。白鳥の歌なんか聞こえない。さよなら心よけつ黒ずきん。僕の大好きな青髭に続く四部作の第一作にあたる。語り手は都立日比谷高校三年男子生徒の生児、カオルくんである。カオルくんは学校群制度が導入される前の最後の日比谷構成にあたる。1969年2月9日の日曜日1日の 出来事を、カオルくんの上舌な語りで綴る。1968年暮れ、東大紛争により、東大入試が中止になり、受験するつもりだったカオルくんは悩み、願書提出期限を翌日に控えて、大学へ行くのをやめる決心をしている。兄や姉はすでに独立し、父は、昨日からゴルフへ行っていて不在、家には、母しかいない。小学校までの幼馴染みのガールフレンドユミは、 中学校から女子大付属に行っている。絶感で死んじゃいたいが口癖である。昨日は10年飼っていた犬のドンが死に、カオル君は足の親指の爪を剥がした。大学紛争について、米帝について、サルトルや、椿姫、酒井若子や水前寺清子、世界史関係の固有名詞がふんだんに登場する文章で主演を続ける。知り合いのおばさんなどは、 カオルくんがやはり兄弟か、一橋大学を受けるのかといったことを聞いてくる。電車に乗って、有楽町駅で降りて、銀座を、ぶらぶらしていると、小さい女の子に遭遇して、少しおしゃべりし、朝日屋書店で、女の子は、グリム童話の本を買う。カオルくんはタクシーで帰宅して医者に寄った後で、ユミの家へ行き、大学へ行くのをやめると告げ、二人で手をつなぐ。 1970年8月4日公開。制作、配給は東方。カラー、シネマスコープ。劇中歌はいずれも、作詞、岩谷時子作曲、泉拓の恋の季節、赤ずきんちゃん気をつけて。平映は、東京映画制作、岩下島主演。その人は助教師。ありがとうございます。